地球上のみんな、こんにちは。K-E-M-I-O、ケミオでーす。ということでみんな、先週1週間も素敵なウィークを過ごせたかでしょうか。ケミオはですね、皆さんから見てもわかる通り、髪の毛をついに染めることに成功いたしました。ケミオくん髪の毛伸ばすって言ってたんじゃないのって思った、そこの君、泣いたよね、その発言。本当に吹き飛ばすよって感じなんだけど、本当にね、黒髪でいてね、ずっと我慢できなくてね、染めちゃったの。だから毛先の方はね、もう溶けちゃってね、髪の毛せっかく伸ばしてたけどね、また短くなっちゃった。でもまあ、これぐらいの髪の毛の長さってなんか子供っぽくて可愛いよねって思ったから、まあ、泣きにしもあらずからの成功って感じ。OK、ということで、今日は何の動画をみんなとシェアハビするかというと、こちらになります。ボーフェンティビューティーでーす。ということで、こちらの今フェンティビューティーって多分女の子とか知ってる子がいるかもしれないんだけど、これはね、あのね、リアーナっているじゃない、歌詞の、わー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 、リアーナがね作り出したね、メイク用品なので、これはね、発売されてね、まだちょっとしか経ってないんだけど、アメリカではすごい人気で、もう人気が爆発で、ケミオもリアーナのことが大好きだから、メイクとか普段全然一切しないけど、気になるからちょっと買ってみた。まずケミオが買ったのはこちらね。まずはハイライトってやつかな。イエーイ、あ、カメラが映ってる、やらしいね、お願いだから映さないで。あとはね、こちらのね、マッチスティック、なんとかスティックってやつ、多分肌の汚いところを消したり、心をシャドウを引いて顔をちょっと小顔に見せちゃったりとかする、なんていうか詐欺道具だね。イエーイ。今すごいことに気づいたの、見て、磁石じゃんみたいな。これで何個も何個も面白がらせて買わせるつもりでしょ。本当にやるね、あのリアーナって女。本当に好きだから来年ぐらいにコラボしちゃうわって話なんだけど、ミオはもう嘘でも正直でもないぐらい、もう肌はもう汚いの、ほら。でもまあそんなことは気にしないの、肌が荒れてるとか荒れてないとか、それはうちだから。ということで今日はそれをちょっとでもなんかパーティーとか行くときに立派に見えるような、メイクっぽくなく、なんていうの、シンプルな感じで男の子でも真似できるようなやつをケミオも挑戦してみる。まずはもう全体に塗っていきます。今回はまずは鼻に一気に線を引いていきましょう。こちらが日本で、こちらがアメリカみたいな感じの曲線です。ここにあるのはケミオです、忘れないでください。なんか前回みたいに失敗したくないから、何回も何回もね、動画で見てね、あ、こんな感じでやればベーシックなメイクはできるんだってことをね、学んだの。ということで、もし今日がオリンピックだとしたら、私はね、もう今回はね、金メダルを取りに来てるの。だから本当にね、みんな黙っててよって感じなので、みんなお願いだから話しかけないでってぐらいの真剣レベルのね、同レベルなの。あ、金だよ、うち。何言ってんだろう。顎が一番汚いんだよね。なんでか知らないけど、高校生時代の時とかに、なんか顎にニキビができた時とかに、なんかね、よくね、潰しちゃったの、ニキビを。だからね、みんなね、もしね、学生の時で今肌荒れてる人がいたら、潰さない方がいいよ。こうやって後に残るから。うちの場合はもうできるだけ金だけ稼いで、もう後でレーザーで全部消すから、なかったことにするから。ベーシックは大体出来上がったから、こっからどんどんポン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 ってやっていくね。結構このリアーナのやつは、キムのやつもそうだったけど、結構発色がね、すごい素晴らしくて良くて、なんかアメリカでもね、今回のこのリアーナのメイク道具ってなんかあれなんだって、色の数がすごいあるんだって。その肌が、あの、黒人の人から白人の人まですごい単位で色があるの。でね、これ本当に日本で売ればね、絶対ね、日本の女たちはね、買い付くと思うんだよね。だからうちがどうにかしてリアーナを説得するね、みんな。ちょっと待って。ね、また今気づいたんだけどさ、なんかさ、こっからこうやってやったらさ、よくさ、高校生、よくさ、なんか今気づいたんだけどさ、よくさ、なんかパッツンとかしてる子とかさ、夏とかパッツンでさ、冬にさ、前髪切ってさ、こう分ける感じにしたらさ、待って、うち、おでこだけ日焼けしてないって状況とか経験したことない？それの逆バージョンみたいになってない？どういうこと？どういうこと？前髪がここまであって、ここだけ切ってたみたいなこと？どういうこと？劇団四季なの？ボーン！ということで、どんな感じでしょうか？どう？結構顔がシュッとした気がしない？ここのところに結構強めに引いたのね。で、しかも結構色を混ぜたから、結構いい感じじゃないかな。肌に合ってるというか、色もなんか馴染んでない、前回よりも。え？顔が、なんか全然違うんですけど、カメラのと。え？こんなんじゃ外歩けないんだけど。泣いた。ちょっと状況整理するね。何が起きたかわからないんだけど、みんなさ、普通の今このカメラで見てるじゃん。このカメラだと別に普通じゃない。あ、全然メイクしてる感じだみたいな。というか、まあちょっとメイクしてるけど、なんか別になんかまあ上手だなって感じじゃん。でもね、鏡とかね、写メで見るとね、こんな感じなの。もうメイクって難しい。もう何？歯が白いからもう新庄さんみたいになってんじゃん。もうやだ。何なのこの状況。
これ、もう、これ本当にもうこれこそさ、うちがよくギャルギャル言ってるけどさ、一時期時代のギャルみたいになったな。でもさ、このさ、カメラで見るとさ、いい感じだから調子に乗っちゃうんだよね、ほら、モデルみたいに。あ、yes。あって。でもね、ほら、写メで見ると、ね、写メ、あーもうわかりました、もうわかりました、もうこの意味が。ケミオはもうこういうメイクとかをちゃんと女の子に海外のメイク品とかをもう紹介するジャンルじゃないんですね。もう女の子ってもう何回も言うけどすごいよ、あんたたちは朝毎朝起きてもうクソ眠いのに目をクソ取って鼻も抜いてもう歯磨いてもうニキビ、あー肌荒れやばいと思ったらもう気づいたらもう電車に向かう前にもうボン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 ってやってもうこの毛穴の隙間までもうファンでぶち叩いてでもういろんなもの顔にブワーってかけてコーティングされた状態でこうやって朝満員電車にこうやって乗られて職場や学校やって言っておはようございますとかおはーとかやるわけでしょ。もうあんたたちはねもうね全員ねもう天国に行くの決まってる。もう天国まで行ってください。ファストパスもあります。はい、ミオはこうなったらもうこうなったらうちはもうギャルなので絶対もうこういう運命なの、もうギャルになりなさいって神様から教わってるから、このもう素敵なパッドももう私らしくもうギャルにしちゃうからねって。みんなどうですか、こんな感じ。これがやっぱりケミオのやり方というか神様から命じられたことだと思います。こんないいメイク用品を使ってもケミオは結局は全部失敗しこういう結末になるのです。全てはギャルのために生まれ、全てはギャルのために棺桶に入るために生まれてきたんです。イエーイ。ということでみんな今週の動画を見てくれてありがとうね。よかったらインスタグラムのフォローとスナップチャットとチャンネル登録をしてくれたら好きがこぼれ落ちます。ということでケミオは好きな言葉は課金、嫌いな言葉は保険なんですね。このフェンティープーマのこのなんだかよくわからないもうこのマスカレードを皆さん一人に1名様にプレゼントしたいと思います。発送はだいたい今月のケツになると思うんですけど、ということでインスタグラムのフォローとケミオがこれをプレゼントというツイートをするので、それをリツイートしてくれた人の中の1名様にこれを差し上げるので、あなたはこんな感じじゃなくてちゃんと真っ当な道を生きてそのまま天国に行ってもらってもいいですかって感じです。ということでみんな今週の動画を見てくれてまたありがとうね。ということで来週の土曜日の動画で抽選者をチナ発表するからそちらもチェックをよろしく。ということで今日も見てくれてマジでありがとうね。じゃあねー、鳥ま渋谷のハチ公で集合からの行こうねー。わー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